どうもビッビッビッビーででーす。今日は4月2日なんですけど、すごいね、対馬桜が綺麗に咲いております。ですので今日は桜の映像を撮りたいと思います。今からね、ケチっていうところから伊豆原湖まで車を走らせて、その道中の桜を皆さんに見ていただきたいと思います。はい、もうノーカットでそのままドライブ映像になると思うんで、はい、ご覧ください。それではレディーゴー。それでは行きましょう。今ここはドラッグストア森の駐車場ですね。はい、スタート。ちょっと暑いな。天気よし、花見日和ですね。ないんですけど、まだこのトンネル抜けたらすぐあります。左手の方に桜、そして菜の花がね、広がってます。マジで綺麗です。はい、あ、いい、見えました、桜左の方に。はい、ちょっとね、うわ、あ、もうめっちゃある、めっちゃある、あ、もっと見えるかな、見えてるかな。左側にめっちゃあるんだけどな。左側にめっちゃあります。はい、ちょっとこれ、ちょっと一旦見てもらいたいんで、ほらこんな感じで桜がめっちゃ広がってます。はい、菜の花、桜どんだけ綺麗なんていう。はい、こんな感じで、はい、じゃあレディゴーですね。続きまして、ここケチ、ケチですね。まだこれからどんどん徐々にね、この道沿いでも十分綺麗なんですよね。そう、まあ、いろいろと桜の名所対馬にもあると思うんですけど、まあ、ここら辺もね、結構この川沿いに、川沿いにあるんですよ、こうやって桜が。ここ散っちゃったのかな、風が多くて。最近ね、雨とか結構降ってたんで、はい、左側に結構桜見えてます。はい、そのまま進んでいくと、なんか違う車の音楽が入ってきました。これあるあるなんですよ、対馬。なんか僕が繋いでるやつがなんか違うね、車の音楽引っ張っちゃってみたいな。みんな多分 Bluetooth のそろそろね、桜見えてきます。なんかあんまり桜って、花見とかしたことないんですけど、綺麗だなと思って、対馬の桜。わ、ここら辺すごい、わ、すごい綺麗でしょ。ここなんかね、みっちり詰まってんだよね、桜が。あら、ほらほらほら、こんな詰まるみたいな、こんなに。そう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 、真っ白でしょ、真っ白というか薄ピンクというかね。そう、あ、こんな桜って綺麗なんだって、なんか気づきました。御年23歳で桜の綺麗さ気づきました。はい、トンネル入っちゃう。まあね、トンネル抜けたら綺麗みたいなのもあるんで、まあここら辺はちょっと休憩ということで。最近ね、本当に雨続きというか、その曇りが多いんですよね、対馬って。なんか、まあ、島だからかもしれないけど、なんですけど、久しぶりに晴れましたね。気持ちいい快晴。ちょっとね、ここは、もうちょい行くと、もうすごい海もね、あってっていう、海の横に桜あるっていう景色。桜、海と桜で海桜
っちゃ綺麗なんですよ、景色。左側にまた桜見えますね。そう、この道沿い全体的にね、桜ありますね。なんかなかなかね、こんな桜って簡単に見れるんだ。意外とないですからね。わざわざ花見しに行くぐらいですか、みんな普通は。けど対馬だと別に普通に道路走ってるだけで花見できるっていうね、いいとこですね、ここ対馬のいいとこ。あと僕が綺麗だなって思ったのは阿蘇ベイパークってところで、そこの桜もすごい綺麗なんですよ。わー、ここも綺麗。ここすごい、ここすごいな。いいね。そう、阿蘇ベイパークは限界ツツジっていうなんかね、花もあって桜もあるんですごい綺麗でした、うん。ただ今日から僕まあ一泊二日ですけど、壱岐に行くんですよ。今から壱岐に行く前のこの道中ということで動画撮ってます。伊豆原港から出発します。帰って接客とかして、あ、じゃあちょっと動画撮ろうかっつって今動画撮ってます。次はね1時ぐらいのジェットボイルなんで、それにはね間に合うと思うんですけど、ここら辺ね桜あるかな。山もね、これからどんどん緑になっていくと、新緑芽吹いていきますから。山もね、まあ、まだちょっと黒いですけど、黄緑というかね、美しいグリーンになると思います。対馬は緑がすごいなんて言いますからね。緑がすごいってあんま聞いたことないですよね。もうなんか本当にその緑が、この山々の緑がすごくなるんですよ、5月ぐらい。少年たちが走ってますね。右側うどん茶屋、うどん茶屋人気のお店です。右側に見えるあの飲食店、まあうどんなんですけど基本、まあ、でも天ぷらとかもうまいし、あと僕はカツ丼定食が好きですね。カツ丼とうどんセット、カツ丼セットね、うん。で、あとなんか刺身とかもねあるんですよ。いけすがあって店の中に、でいけすから取れたての、まあ、イカとかね食べれるんですよ。刺身とうどんと天ぷらとぜひ行ってみてください。はい、ここら辺桜はないですね。でもこのトンネル越えたらあります、桜。そろそろあの対馬の中心部伊豆原の方に入っていくんですけど、まあ、伊豆原はあれですよね、ちょっと昔っぽい武家屋敷的な建物ありつつ、その横に桜みたいな風情感じます。ある桜、山の中に桜ポツンみたいな結構あります。そういうの、緑の中に桜っていう、それで綺麗ですよね。そう、トンネル多いんですよ対馬、山多いからトンネル通して
早く、行けるようにって感じで、どんどんトンネル作ってるんですよ。そのおかげでね、まあ、行き来が便利になったんですけど、じゃあ逆にトンネルなかったらどうすんねんっていう。トンネルなかったら本当に大回りして、ね、行ってたわけですから。なかなか移動大変でしたね、昔は。絶対。トンネル何個あんの？伊豆原来るまでに6本ぐらいあるんじゃん。数えたことないですよ。トンネルの運転って怖いよね。対向車と当たるんじゃないかみたいな、そういうのがあるんで、僕はトンネルの時はいつも緊張しながら運転してます。なんて言ってますと、また桜ドン。この右側にあるの伊豆原中ですかね。伊豆原中の校庭に桜がありますね、右側。ああいいですね。そしてはい、どんどん伊豆原の桜が、町の中にも桜ありますね。大きれ、大きれ。ローソン前にも桜、ローソン前にも桜。石垣みたいな、門とか石垣とかちょっとね、昔の感じが出て、はい、右手に桜見えます。綺麗ですね。はい、とかもうそろそろ、4月2日ですからね、新生活スタートということで。なんかうるせえな、なんかラジオみたいな、うるせえな。いろいろね、みんな社会人になったりと、大学生になったり、あと移動の方とかもいらっしゃったりね。対馬も結構移動で対馬に来ましたみたいなコメントもね、ちょっとあったりして、やっぱそれも桜を見ると、あ、こういう時期だなっていうのをさらに実感しますね。大学卒業して僕はまだ1年ですからね。うわ、うるせえ、ラジオうるせえ。抜こうかな。はい、何これ、何これ。桜が見えてきました、右側。あれは八幡神社ですね。八幡神社って言ったら八幡ですよって言われて、はい、こちら八幡神社です。本当に中心にあるって感じですね。対馬の中心にある神社。猫が多くてね、あそこ。駐車場500円。はい、東横インとティアラと、はい、ね、中心って感じですね。ここ郵便局あって、うわ、危ない、危ない、セーフ。ちょっとラジオ止めますね、これうるさいんで。ラジオがうるさい。よし、待って、止め方わかんない。エブリソーソフ、おっしゃ、止まった、ありがとうございます。右側にあるのがね、あの観光物産協会触れ合いどころ、対馬ですかね。あそこでご飯も食べれたり、観光情報を得られるので、はい、行ってみてください。左側が、免税店。そろそろ、着きます。伊豆原港に。もう桜はないかな。桜はね、伊豆原港といえば、この対馬をね、出る高校生とか、まあ、あとね、転勤で行っちゃう人とかもいたわけです。
それで船から出発するときになんかね、テープみたいなんでね、お別れするみたいな。あれもいいっすよね、島ならではというか。あれもちょっといつか撮影したいっすよね。島名物。僕もまあいつかやりたいっすね、あれ。テープバーン投げて、バイバーイっつって、お別れでね、それをやる日が来るかもしれないですね、いつか。はい。はい。ということで、伊豆原港にそろそろ到着いたします。ないね、ここら辺は。ないね。ないけど。道中に結構ありましたよね。なかなか車走らせるだけで、まあありますけどね、そういう道も。そういう道もありますけど、結構対馬もあります。そうで、泊まってみたら結構ね、花見スポットとかもありますよね。ちょ、阿蘇ベイパークのやつも撮りたかったんですけどね、ちょっと。今週がピークだと思うんで、残念ながら撮影できなそうなんですけど、ぜひ阿蘇ベイパーク行ってみてください。はい、はい、着きました、伊豆原港。はい、対馬桜綺麗です。4月2日この時期ですね、満開は。でね、あの芝桜っていうのが有名なんですけど、津の方で。それがまあ来週ぐらい見どころみたいなんで、来週行きたいなと思います。こんな感じで津島の綺麗な花、今年はね撮っていきたいと思うので、シーズンごとの綺麗な花収めていきたいと思います。はい、どっか花綺麗な情報あったら、ぜひビデオムービーにコメントでよろしくお願いします。行きたいと思います、撮影。はい、以上です。この動画はファンタスティックかなと思ったらグッドボタンを押します。それでは、バーイ。